竜王独占部やってくい。というわけで、前回続きからやっていきます。こちらのね、構想を止めろということでこちらの方行きたいんですけど、まあ、敵が待ってるんすよね。気に入らねえよお前、泣き言言っても遅い。敵が待ってるんすね。意外と強い。ビビってねえんだよ。ああ、ほら来いよ。よし、行くぞ。とりあえず一人ずつ倒していきます。おや、クロウ持ってんだが、クロウはすごくないっすか。さあラスト1体、こいつらと戦いたいわけじゃないんだけどな。やばくない？おい、大丈夫？初めて会える。ああ？もし死ぬのか？アンピンデューマン。私の番。やんのか？だんだん奥入っていくパターンやな。どうするかね。逃げる。バッティーは。いやー。俺の番か。やろうぜ。よし、行くぞ。やってやるぞ。オーケーと、足立さんレベルアップ。大丈夫か、ひどくなってなかったいけどな。猫いるわ。まあ後で捕まえる。多分通るの初めてです。めっちゃ倒れてる。なんで清流会関係ないやん。どうするかね。あ、ちょっと待って、レベル高ない？いや、頼む、呼ばないでくれ。チャカ持ってるぞこいつ。めっちゃナイフやった。チャカかと思ったやん。よいしょ。出ないで。やってやるぞ。どうしてる。いちゃいかんよ。
クリニックは絶対ゴン箱で汚れて汚ねえだろ。関係なかった。いたぞ、高部たちだ。よー、ちょっと待った。カスが、何しに来やがった。こいつは仕組まれた構想だ。裏で糸引いてんのはラオマーだ。マブチなんだよ。乙姫ランドの店長をマブチが自殺に見せかけて殺した。彼女が殺される直前の店長と電話で話をしてる。本当よ。電話越しにラオマーって手下たちの叫んでる声が聞こえたわ。俺らそいつを手がかりにマブチのしのぎを嗅ぎ回ってた。信じるかな。そしてハンピンリューマンの倉庫にバイトとして潜り込んだ。で、清流会の手先として捕まったんだろう。マブチから送られてきたんだ。マブチは俺が清流会のもんだと決めつけた。そしてその映像を撮って抗争の口実に使った。けどあいつは知ってたはずだ。俺が清流会じゃねえってことくらい。わざわざあんたにそれを送りつけてきた理由だって読めてる。俺らが清流会の人間じゃないってことあんたが当然知ってても、すっとぼけて送りつけることでこの構想は清流会が先に手を出してきて起こったんだと。マブチたちは被害者だと主張できるんだからな。全部を承知で構想を煽ってんだ。奴の狙いは肉の壁の掟を清流会がぶち壊したってでっち上げを作り上げることなんだぞ。ここにいる全員がマブチに踊らされてんだ。だろうな。分かってる。マブチの首はきっちり取ってやる。ここの連中も全員ぶっ殺してからな。だからそうじゃねえだろう。何度も言わせんなよ。この戦争はもうそういう問題じゃねえんだ。何？鉄と浩二はまだ二十歳そこそこの見習いに毛が生えたくらいの若いもんだ。そんなガキが年の数より鉛玉食らわされた。殺したのはマブチ一人だったか。そうじゃなかった。ああ、むごいよな。全員銃を撃ち込んできた。丸腰の二人に何十発とな。てめえの後ろにあるのはハンピンリューマンのボスの店だ。俺らはそいつにどういうつもりか釈明してもらいてんだよ。そしてあの世の鉄と工事に詫びを入れさせる。要するに話を聞きてんだよな。だったら茶化はいらねえだろ。理屈ではそうだ。俺らは丸腰だぜ、高部さん。だからあんたに俺らは撃てねえよ。喧嘩するにも通すべき筋ってもんがある。弾取ろってんならそれなおさらだ。ここで俺を弾く筋ってのは何ですか。ここで俺を撃てば清流会の看板はクソまみれになる。鉄と工事の死だって意味が変わっちまいますよ。ただ俺が口でどう言おうがあんたは引かねえ。そういう人だ。止めるんか。でも俺も引かねえ人間なんですよ。どうしても弾くってんなら一発で仕留めるしかないですよ。どうしてだ。外したらあんたボコボコにして力ずくで止めさせてもらうからです。もじゃもじゃ頭のクソ野郎が。俺たち
つくでか。安く見られたもんだ。なんでここでターベット戦わないといけないの。人んち騒がして悪いがよ。あんたらは手出さねえでくれ。そっちが動きゃ清流会に着出す理由ができちまう。春日よ、てめえどこまで舐める気だ。やってやろう俺。まあ、清流会のメンツもあるからな。まあ、春日のやってること間違ってはないけど、まあ、清流会にとってちょっときついよな。おい、初手攻撃かよ。ウィンドメル行かせていただきます。おい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 、いいですね。多分邪魔されるかな。女の子無視ですか。ありがとうございます。クロスボウ持ってない。こいつだ。高部どこ行った。やってみろ。あんま追い打ちか。絶対負けない。やってやるぞ。行くぞ。カメラワークの移動が早すぎる。とりあえず数減らそう。俺の番だな。てめえら、てめえら、俺らの勝ちだ。ここは引いてもらうぜ。問題発生だ、春日。あ？店の主が来た。マジ？主？うわー、なんか強そう。あいつがハンピン流マンの総帥。あいつが長だ。向こうさんのトップってことか。じゃあまさかあいつがマブチの黒幕で、野々宮殺しも裏であいつが指示したってことはねえのか。マブチからさ、ムービーが送られてきたんだけど。な？これに映ってんのお前らだね。うちの倉庫でこいつを盗もうとしてたって。お前は清流会の人間だな。ああそうだ。思いっきり編集されてんじゃねえか。さすが YouTuber。 俺らは清流会じゃねえ。清流会の人間じゃない。じゃあなんでマブチを嗅ぎ回ってんの。それはよ。あんたのこといいなよ。おい、よせ。言葉は選んで手短にな。俺短気だから。さっきも一番が言った。真淵が俺らの店長を殺したから。だから真淵を追ってたんだよ。この構想に火つけたのはマブチだ。やつ俺らを出しにして清流会に濡れ衣を着せたんだ。ってことは全部マブチのせいって言いたいわけ。そんなもん鵜呑みにできねえな。マブチはうちのナンバー2だよ。それが突然暴走しましたって言われてもね。
あいつだって暇じゃないよ。いろいろ忙しいんだ。構想が始まってんだぞ。どれだけやべえ状況なのかくらいわかるだろう。なのにナンバー2がここにいねえ方がおかしいだろう。その動画受け取ってからマブチと話くらいしたのか。調査、マブチと連絡が取れないってのは相当まずい状況なんじゃねえか。ああ連絡が取れないのはマブチは抗争を起こすだけ起こしといて本人はさっさと安全なとこに逃げ出した可能性が高いからだ。だとしたらあいつは暴走した上にあんたも裏切ったってことだぞ。俺に説教すんの？でもだからって焦って俺らを犯人扱いしても事態の解決にはならねえ。あんただってわかるだろ。マジの短期やん。撃ってくるし。おっさん、口の聞き方に気をつけろ。何すんだ、やめろ。あのね、別に俺はここであんたら全員ぶっ殺して戦争始めたっていいんだ。戦争をふっかけてきた諜報人たちとそこの頭をまずは血まつるにする。戦争開始のシナリオのオープニングとしてはごく普通じゃない？やばい、こいつ頭おかしいわ。やるならやれ。マブチが何だろうが関係ねえ。青龍会は若いのが二人、何十発も弾くらって死んでんだ。もうとっくに戦争は始まってんだよ。てめえらどっちもいい加減にしろ。あんたら二人とも戦争してんのか。ちげえだろ。このままマブチの思うツボでいいのかよ。まだ戦争は止められるはずだろ。説教すんなって言ったよね。説教なんかじゃねえ、クレームだ。あんただってでけえ組織のトップなら人の話くらいちゃんと聞けよ。クレームか。春日一番だったな。ああ分かったよ、話を聞いてもいい。でもその前に俺の質問に答えてよ。怖え、こいつの喋り方。マブチが偉人町で構想を仕組んでるとして、その理由は？なんでそんな真似すんの？マブチに何のメリットがあんの？そんなもん俺が知るかい。なるほど。じゃあそもそもの話、野々宮ってソープの店長、それを殺したのがマブチってのはマジな話なの？直接あいつに聞いたとき否定はしなかったぜ。その答えじゃ足んないんだ。じゃあ話は終わりってことで。やつの目を見りゃわかる、店長を殺したのはマブチだ。でかい声出したって結論は変わらないよ。やばい、うつうつうつ、こいつ待て。その人を撃ったら全面戦争だ。マブチはそいつを高みの見物。あんたら本当にそれでいいのかい。何のための構想だよ。そんなこともわかんねえのに血流す気か。何度だって言うぜ、超全部マブチが仕組んだことだ。ここにいる全員があいつに踊らされてる。こんな戦争を始めたらあんたらの組織の歴史に泥を塗ることになるんだぞ。まいったね。春日君ってさ、器用な嘘をつけるタイプには見えないんだよな。ただその言葉信じるにははっきりした根拠がいるんだよね。特に俺みたいな立場だと部下の手前があるから。少なくともソープの店長を殺したのがマブチだっていう証拠は欲しいね。それが発端なんだろう、お前らの話によれば。ああ彼女が電話越しにラオマって声聞いたのは知ってる。それじゃ足りねえのか。当たり前でしょ。となるとここはやっぱ
あの連中に頭下げるしかないか。あの連中？この町でどうしても知りたい情報があるとき、行くべきところは一つだけでね。あ？偉人町の情報の吹き溜まり。第三勢力の。つまりコミジュルだよ。コミジュル。ここでそのハレが出てくるか。じゃあここの第6章さ、猫泣くな猫ここのさ、あの6章の時ってさ、もうほぼ地下で時間ほぼ過ごしてるんだけど、7章キモノス、ずっと猫泣いてんだけど、バグこれ。この町でどうしても知りたい情報がある時、行くべきところは一つだけでね。偉人町の情報の吹き溜まり、つまりコミジュルだよ。コミジュル。でもそこ行ったら戻ってこれないでしょ。ああ、もし誰かが偉人さんの均衡をぶち壊そうとしてるとして、まあ今回で言うとその誰かはマブチってことだけど、その異変にコミジュルが気づかないわけがないよ。なんせ連中はこの町の情報で飯を食ってんだからね。偉人町にも情報屋ってのがほぼにいる。だがそいつらのネタの大半は元をたどりゃコミジュルが情報源だ。はあ、一体どうやってんのかわかんねえが、連中は精度の高い情報を手に入れる仕組みを持ってるらしい。なるほどね。コミジュルで他に当てがあるなら別にコミジュルでなくてもいいよ。よそでマブチの店長殺しが証明できるんならそれも結構。お前らが答えを持ち帰るまでは頭たちも生かしとくよ。ただしトンズラはできないからね。偉人中を出ようとしたらその瞬間こいつは殺す。そしてお前らはもちろんその家族、友人、知人もただじゃ済まさない。ちょっと何よそれ。やめとけ。常識が通用する相手じゃねえよ。まあ俺もさ、正直必死なんだよね。もしマブチが裏切ったとなるとうちは真っ二つじゃん。そしてその時青龍会とコミジュルがどう動くか、頭使っていろいろ備えとかなきゃなんないし、まあマブチが黒だったらの話だけどさ。でももしマブチが白だったら、ここにいる全員楽には死ねないからね。マジでサイコパス。よろしく。笑顔で言うんじゃねえよ。じゃあマブチがその店長を殺したってことを明らかにする証拠、それを見つけてきてよ。春日、もうここで俺らにできることはなさそうだ。わかった。もう知ってると思うけど、コミジロは半端じゃないよ。証拠を手に入れても奴らに消されちゃ意味ないからね。ではお気をつけて。どんだけ嫌味だよ。春日、さっさと動くしかねえぞ。まあ、わかった。怖すぎる。ここで初めてこの蝶の顔が出てきたね、ロード画面に。でもどうやってコメジュのとこ行くんだろう。おい、私にできるのはここまで。あとは自分たちで何とかしてください。あいつでもどこにいるんやこいつ。半純義なんだよ、ね、顔。コミジュル。シモン博士。レアなやつがいる。マンホール。
ああ、いけるんだ。腕磨きや金稼ぎにも最適だと思うぜ。地下ダンジョンが開放されました。ダンジョンへは、ハンピン・デューマが逃げてきたマンホールからアクセスできます。レアな素材やアイテムを手に入りますので、腕磨きにぜひ行ってみましょう。で、コミジュールが多分ここら辺だよね。この辺コミジュールだよね。まあ、行ってみましょうかってところなんですけど、ちょっと今回はここで区切りがいいので終わろうと思います。というわけで次回、コミジュールに向かいたいと思います。ご視聴ありがとうございました。